はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズスーパーマリオフューリーワールドへようこそ。セイキン&ポンちゃんです。いや、前回すいません、結局最終的に僕気づいてなかったんですけど、フューリーワールドになったんですけどフューリーワールドですね。はい、怒ってるって意味なんですね、これ。はい、怒ってる世界と。まあ確かに怒ってるんでね。怒ってる。はい。それを理解してなかったんで、フューリューってなっちゃったんだけど、失礼いたしました。それでは前回の続きですね、やっていきたいと思います。さて、どこから撮っていくかですけどね。泣いてる。あれ？あ。ミケさん泣いてる。ミケさん、何の問題が起きたんだろうか。あれ、これなんか。子猫いないんだ。さっきいたよ、さっき。子猫いた？右にいた。それでなんかもらえんじゃないの、もう。ボールで遊んでたよ。どれ？あ、そういうことだ。これはぐれちゃったわけだ。そういう感じで持ってる。じゃあこれを、ボールをついていくんだ。あ、これでいいじゃん。あー、ママが泣いてんだ。あ、そう、道理でミケ同士だもんね、これね。これ親子ってことね。よかったよかった。おー、あ、迷子の子猫ちゃんです。あ、はい、どうですか。あ、いいじゃん。あ、もういきなりゲットですよ。イエーイ。あと4個。あ、これ、あ、これ鍵のやつできそうだね。そうだ。鍵どこだろうな。上？上か、やっぱりこの上か。あ、やばい。おお、おお、大ジャンプです。お、危ない。とにかくこれでも飛ぶ必要がありそうだな。うん、この上行ってみよう。あ、ほい。おお、危ない。ちょっと待って。あ、そっちか。そっちだね。おお、上手になってる。あ、鍵あった。あった。どこ？この上ね。はいはいはい、了解。やばいやばいやばい。コクッパ。無敵です。無敵だからいいよね。うん、あった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 。これは戻って取んなきゃいけない。したらよし、落ちればいいなと。まあ落ちればいいんだよね。あ、それも取ってほしいね。よしよしよし。そうか、そのコインは取れるんだ。それは取れるの。それは取れるんだけど、うん、メインのあれは取れないのね。なぜか。なぜかね、うん、それを取れてしまうと、もう誰もマリオは動かなくなっちゃうから、多分。うわ、危ない危ない。これでいいんだよね、でも。てかね、渡せばこれでいいね、いいの。あ、早くクッパ怒っちゃう、怒っちゃう。ちょっと、そういうこと。プロペラ、プロペラ、プロペラね、まだ向こうにあるから大丈夫。あ、ある。うん。あー、なんかね、ちょっと嫌な予感したんだよ、確かに。したした。うん、そんな楽なことができたらね、うん、みんな楽してしまいますから。あ、ほら、雨降ってきた。あー、やばい、またクッパ来ちゃう。早く急がなきゃ。怒ってるわ。あ、こっちか。はい、シュー。はい、急ぎましょう、急ぎましょう。気にすんな、気にすんな。もう他のことは気にしないで。うん、シュー。なんで定期的に起こるんだろうね。フューリーです。やばい、来るよ。はい、来た。はい、怒りました。はい、怒りました。はいはい、これいろいろさらに難易度が高くなってしまっている。これ水に入っちゃうとダメだから、うん、気をつけて。水に入んないように降りなきゃいけないわけですよ。ってことはやっぱりこの、この通り行かなきゃ。え、ああ、いや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 、危ない。どこだっけ。あ、そこだ。あそこなんだけど、結局火に落ちないように、火に落ちないようにと。あ、危ない。これ、えらい難易度上がってるよ、これ。あ、これダメなんだ。これダメなんだ、そうそう。で、これで、これちゃんと行かなきゃいけないんだ、結局。めちゃくちゃ。いやいや、めちゃくちゃなんだよね。どこどこどこ。あ、やばい。大丈夫大丈夫。猫悪くなってる。これはまずいんじゃない。違うんじゃない。こっちだよ。え、なんか逆に進みすぎて。あ、違うとこまで来ちゃってる。こっちだ。うわ、ダメじゃんこれ。あ、よし、どこ。あそこか。あそこ。ちょっと倒してくれ。よし、あ、
そこってどうやって行くのか。こっちから行くしかないか。行けないよね。行けない。クッパは戻ってきましたけど、あ、これ行けないね。あ、行けるか、これここでなんとか行けるかな。おい、よいしょ。じゃあこれでもう来た道戻りましょう。うん、それだけの話。あ、確かに確かにね。意外と自由だね。ここ海。はいはい。あ、危ない危ない。そうかそうか、ダッシュができないことになってるわけだ。おー、あ、しきゃ、危ない危ない。よし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 。あー、これ倒して、はい、センキュー。あ、1個取るのに一苦労。よし、オッケー、やりました。あ、あれ3つ揃った。フレッシー気持ちいいよな、曲もいいし。この辺か。あ、またお母さん。猫、ちょっと待って、猫がいたぞ。遺跡のギガベル。泣いてる、また。 あ、これはもう分かりましたよ。多分近くにいるからこの辺にいるはずだ。にゃーおーって言ってる。いないな。なんか声聞こえたな。あ、いた、あ、いた。あ、難しくなってる。ちょっと難しくなってる。ほらほれ。あ、そう甘くはないよ。そう甘くない。3匹子供がいると。3匹？うん、多分そういうことって書いてあった。うん、3分の1だった今。この近くにみんな逃げてしまっているだろう、きっと。そうなの。あ、いた。ん？これの上にいた今。嘘。猫だからいけるんです。あ、いたいたいた。いましたいました、ここに。なんでそこにいるの。どうやって登ったんだよ。どうやって帰るの。ふっ、水濡れてもいいのかな。あー、なんかでもダメっぽい気がするんだよな、これ。ここなくない。ここはこうやったらギリオッケーって感じかな、多分。うん、そうだね。あー、浅いから。浅いからギリオッケー。ほら、本当だ。あ、あ、まだいた。センキュー。はい、これで、あ、よしよしよし。これで2匹目。あ、やばい。あ、怒った。怒ってきました。あと1匹まだいるんだけどな、こっちも。もっと先なのかもね。もうちょっと遠くだろうね。とりあえずクッパをしのごう。悪くなってる、悪くなってる、悪くなってる。ちょっと待って、え、猫も悪くなっちゃうの。どう。いやー、ちょっとちょっと、うわー。あ、あ、なんか土管開いた。開いた？ほんとだ。あ、土管が開いたよ、ほんとだ。うおー、すごいすごいとこ来たぞ。頑張って。あ、そうでもない。あ、時間がないで、急いで。逆にこの曲も癖になってくるよ。なんかノリノリ、ちょっとノリノリでね、かっこいいね。あ、あ、やった。よし、まぶしい。プレッシーって危ないとこにいる。プレッシー危ないんですけど、ちょっとうわーって見てるけどさ、そんなのんきに見てる場合じゃないよね。っていうか猫解決したいね。どこだっけ。この遺跡のとこだから。うん、この付近だね。あの中じゃないか。そうだね、猫を言うとしたら。うん、もうこう来てこう来たらもう中でしょ、きっと。このハテナなんだろう。これはヒップドロップかな。あ、あ、あ、いけないね。あ、猫コインがあった。猫コインを取って、どこよ猫。絶対中でしょこの。うん、登れない
あ、入れる。これさ、前戦ったとこだな。あ、本当だ。え、また？また？間違ったね。でも戦った人相手が違う気がする。プンプンじゃん。プンプン。おお、大活躍クッパジュニア。こんぐらいがすることない。いや助かるけどめちゃくちゃ。だって僕避けてればいいから、でその間にこうやってくれるからめちゃくちゃ助かるんですけど、これ避けるだけで結構やってたからな。プンプン。おお、やった、やりました。来たよ。やった。もうこんなんほぼコクッパが取ったようなもんですよ。素晴らしい活躍だよ。よし、オッケー。やった。これで開くのかな、もしかして。ああ、灯台が。あ、灯台、うん、よし、よし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 。開かないんだね、ここはね。ここから上行ったらコインが。あ、もっと上にコインが。コインとかあんのか、ここは。でも猫いないね。猫いない。猫あと一匹だから解決したいんだけど、ここ登ってみる、ちょっと。うん、絶対いそうな気がするんだよな。よし、一番上来ました。で、鳥だった。猫に見えた。鳥でした。紛らわしいな、鳥。一通り回って、コインはあるけどね。灯台の上行ってみる。上も怪しいよ、うん、最後の最後までちゃんと怪しいですから。よし、そうそう、雨降ってくる。いや、ここにでも猫残したら大変なことだけどね。登りすぎだろっていうね、うん、灯台の上ちょっと行ってみようか。じゃあこっから探すっていうのもありだからね、うん、お、影にいればいいんだ。影にいればいいんだね。あ、さっきのじゃない、土管が出たやつ。あ、あ、ははは、それのコツだね。なるほどなるほど。これ上はトップドロップはこれ関係ないんじゃない。なんかアイテムだっけ、出るの。あ、アイテムが出るだけだ。いないね、猫ちゃん。猫ちゃんいないね。どこに行っちゃ、あ、ウサギいたけど。ウサギいる。あれ、前回取り逃したウサギだ。そうだ、なんかクッパ、クッパの逆襲にあってしまってちょっと、うんうん、見失ったウサギだ。これさ、カモメも猫なんだね。だから猫かと思ったんだよ。ウィーヒー。あれ、ウィーヒーでとりあえずウィーヒー、ウィーヒープレッシーです。絶対これもプレッシーで捕まえるから。急いでる急いでる。すごい早いね。すごい早いよ、だって、うん、プレッシーで追いつけないんだから。ものすごい巨大ウサギ。あ、プレッシー本気を出せ。お前に強くだ。よっしゃ、やった。オッケー。北のウサギ、北のウサギは成長してるね。東西南北いるな、こりゃ。そういうことだな。あ、よーし。あ、でギガベルが、つまり解放された、戦えと、また巨大ないうことになりますね。あー、やってるやってる。その前にどこをギガベル、あれじゃない、あれか、うん、もうこれになってきちゃうとプレッシーのあの楽しい音も聞けなくなっちゃうから。よし、遺跡のギガベル、これ行くぞ。あれ、まずは、あ、そうかそうか、よしよしよし。すごい怖いね、後ろ。映画です。怖すぎ。よし、さあ猫になろうか。行くぞ。頑張れ。頑張ります。しゃ、行くぜ。大主人公の登場みたいな感じで。もうちょっと。でもだいぶ HP 減ってるから。うん、お、なんかすごいな、ちょっと技が。おっと、なかなか早いね。しゃ、こっち何もないんだもん。ちょ、見えない見えない、全然見えない。で、この中に入っちゃうとね、ちょっと遅くなる。遅いんで動けないんだよね。
アングルがちょっと変えられない。強くなってる。うわあ、やべやべやべ、急に来るね。ゴジラだ、ゴジラ。もうゴジラだよ、うん、あ、来るよ来るよ、はい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 、よし、はいはい、やばい、やっちゃった、またただの マリオおじさんになっちゃったよし、オッケー。ベルベルベル、ベルは、ベル探して、ベルを探しましょう。あったあったあった、よし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 、おおおおおお、なんか、あ、あ、あ、これなんかできんの。ちょっと待って、そういうのは早く言ってほしかったな。取れ、踏んで踏んで踏んで、やばい、早く踏まなきゃ、よいしょ、そうだよ、オッケー、かっこいいじゃん、なにこれ、槍持って、ほら、おおお、いや決まったね、決まりましたよ。あれ、あれ終わり、まさか、あ、クッパ、あれあれ、いや終わりではないね、このワールドが明るくなるってことか、うん、あ、なんか新しいとこまた出るのかな、うわー、うわー、え、なんか船だね、沈没船みたいな、すごい、あー、おお、猫かわいいな、可愛い、猫なんだよね、基本的に、クッパの足跡が、ものすごい足跡、うん、毎回怒ってます、毎回怒ってます、マリオ目がなかなか戻らない、戻っちゃうとストーリー終わってしまいますので、そうだね、はい、お父さんってすごく頑丈だよな、冷たい目線そんなこと言ってる場合ではないと、まあ、とにかくまだまだです、はい、ちょっと明るい、え、こんなに明るくなったの、え、急激に明るくなったなだいぶ綺麗になったねこのさ、三毛猫絶対見つけたいじゃん、あと一匹、なんで君たちも悪くなるんだろう、のこのこがいる、猫、のこのこ、のこのこにも耳生えてる、これさっき倒したよ、これに入れるとかって、これに入れる、どうやって、ああ、入れた、本当だ、壁崩せない、あ、これあの暴走するね、あ、そうなんだ、うん、基本的にだからこれあんのか、どうやって入るんだろう、あれ、この猫っぽい動きできたんだふんってやつよ、いつ使うんだろうこれいつ使うんだよ威嚇、これ技として使えるね、なんか敵倒すときに、うん、てか移動が早い、ちょっと、おお、赤コーラだからね、いや、いいんだけど猫がいないんだよな、まあいっか、次行ってみよう、うん、そうだね、うん、とにかくまあベルを取っていかないといけないんで、うん、あ、ある、ここは邪悪ですね、これあれじゃない、近くて遠い、あー、入れないやつ、なんで、あ、ハテナあった、ハテナ、どれどれどれ、あ、あったあったあった、ハテナがあったぞ、さあ、芸術かよ、いや、大したことはない大したことでもない、なんでしょうかこれ上か、あ、上登れんだ、うん、お、登れた、で、これね、で、上行けんのか、わー、おー、来た、これ初だね、うん、ロングスライダー、はー、なるほど、スケートあるじゃん、そういうこと、スケートで行くのか、うん、うん、ポイント、よし、まっすぐ行くんだ、スケートで行けんだ、オッケー、難しいね、これ難しいぞ、うわ、針の上引いちゃうんだこれうわおジャンプ、うおあ、ちょっと待って、治っちゃったよダメじゃん、ダメじゃん、あ、普通でもいけんの、もしかして、
いけるはいけるんだね、一応ね。下と下からいけるんだ。ちょっと敵を、うん、倒してほしい。いけはするけど、おお、危ない危ない。ああ難しい。あ、スケート来ました。スケート靴のやっぱ早いんだよね。ほい、あ、あ、これはありました。ゲットしました、東大の猫社員。はい、よし、やった。あ、やっぱ上にもあったんだね。だからスケート靴であそこ飛ばなきゃいけなかった。さあ上の方行って取ろう。うん、もう一個取れるから。何これ、青コインになってる。よし、さあまっすぐ行こう。あ、こっちにもあるじゃん、コインあるね。ちょっと取りきれないの、劇的に難しい。おー、これだ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 。あ、難しい難しい難しい。ただのコインかい。あ、取れた。あ、出たよ。あ、5枚集めたんだ。危ねえ。やったよ。危ない。よくわからないまま、よくわからないままゲットです。あー、これすごく曲がるんだもん、あれ。うん、いやー、おー、いやー、面白いね。面白い、うん。まだいないんだ、猫。まだいないんだよ、猫。勝手には帰ってこないんだよ、あれ。あっち行ってみよう、うん、新しいとこね、うん、これは取れない、ね、これもなぜか取れないし。うわー、あー、フレッシー、フレッシー、フレッシーすごいです。これはプレッシーいないと無理だね、もう遠すぎる。だいぶ進んできたよ。お、あ、ダメなんだこれ。どこまで行く、これどこまで行けばいいの。いつ終わるのこれ。あっちまで行くの。うわー、いっぱいいるんだけど。ちょっと待って、ちょっと君ら多すぎ。邪魔邪魔邪魔、危ない危ない。あ、でも近づいてきた。これやか、これいいのかな。うん、あ、上っぽいね。よっしゃ、ぴょーん。うわー、 猫だらけだ。でもミケはいないんじゃない。ミケはさすがにここにはいないんだろうね。連れて帰れない、ね、捕まえることはできる。あ、ボタンある。あ、ボタンがあるね、はい、はい、おっと、なんじゃこりゃ。全部倒すってこと。あのボムを使った方がいいな、これは。頼む。おー、ボムすごい。あ、素晴らしい素晴らしい、ボム大活躍です。まだボムがあります、ここにも。動けない、ボム。よし、まだ死んでない、まだ死んでない、強いね。さあどうなった、まだいた。 OK、 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 敵倒す系は比較的簡単でば簡単。よし、はい、ということで今日はこんなところにしたいと思います。また次回も頑張っていきますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 輝きを決めるものよ、僕らはまだ旅の途中。遥か先かすかに刺す光求め走り出そう。